これがソウルエッジ。邪念に満ちた恐ろしい剣。しかし、途方もない力を秘めている。この力をもってすれば、祖国を救えるかもしれない。人の魂を惑わす忌まわしい剣が、祖国の救いとなるはずがない。先生、お帰りなさい。ファン先生、どうなさったんですか？行方知れずでみんな心配してたんですよ。先生、ただいま戻りました。そなたの武勇伝は聞いておる。国を救った数々の働き、ご苦労であった。どうだファン、我が孫家の養子となっては？いえ、私には祖国を守るためにまだまだやるべきことがあります。今はまだ。そうか。俺にはまだ祖国を、親しき隣人を守る務めがある。その務めをいつかきっと果たし、再び故郷に帰ろう。